どうもピョキンです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコースのっぺらぼうさんから新作コースをいただきました。今回はどんなバグを見せてくれるんでしょうかね。さあ、そしてコース名ゼイヤーアンコントロールドと書いてますけど、彼らは制御できていないということでしょうか。さらに説明文にも、そうアムアイ、私もです。分かってんじゃねえか、自分が制御できてないバグマシンだということを。面白い。それじゃあ今回はバグ制作者とバグプレイヤーの一騎打ちですね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00%。 でね、のっぺらぼうさんってこんなコースばっかり作ってるけど意外と優しいんだよ。 Twitter の DM でさ、高頻度で送ってるけど大丈夫ですかみたいな。危ない。開幕熱っ。まったく、人が褒めている時に何てことをするんだ。のっぺらぼうさんはテレ屋さんっていうことが分かりました。でも照れてるからファイヤーで攻撃してきたんだよ。それじゃあここの30コインは信用してはダメ。そうでしょう。なんでここで相手待てる。そうなんじゃないのか。待てー。そういや最近ね、 iPhone14 買ったんだけどまだ使ってないんだよね。せっかく買ったのに。いや、ガラスフィルムとさ、ケースが来てないから落とした時のことを考えるとちょっとためらうなみたいな。この気持ち分かる方いるかな。それじゃあここのハテナブロックは何なんでしょうか。カロン、左に蹴ったら音符ブロックに当たるんじゃないの。あれは何が出る。キノコ様。せっかくこのコースのっぺらぼうさんが作ってくれたけどさ、全部雑談で終わらせようかな。そんなことしたら制作者に申し訳ないね。ここは何もしない。まだまだだね、のっぺらぼうさん。こんなもんじゃ僕のギアは6速しかなってないよ。マックスは6速だね。意味ない息アップありがとうございます。そしてオンオフブロックを叩くと思うんだけど、どっちかに逃げると思う。右じゃない。右で砲台がなくなる。そしてここのロッカーがないな。上に行けば何があるの。なんもない。だいたいトロールコースってね、こんな感じなんですよ。一回やられて次の行き道が、あーはいはい、はい、なるほどねって。いや、ちょっと待って、この場で閉じ込みようか。ほら、そして足にしていく。もう立てつくんじゃねえぞ俺に。すいません、しょうもないことをしてしまいました。で、なんでそんな面白いんだろうね、それだけなのにさ。そしてあの音符ブロックを立った瞬間、左に行けばキノコじゃない、ファイヤーフラワーが取れると、そういうことでしたね。ここで待っておく。あんなー。じゃあここの音符を叩いた瞬間、なるべく左の方に逃げとく。これで回避できるっていう感じなんだね。そしてこの花を、はい、はい、雑草の駆除が終わりました。そして氷を溶かしたら先に進めると。なんですかねこのわけわかんないやつは。まだ変なやつ用意してきやがって。こんなわかるか。みんな見て、僕このコースちゃんといいね押したんだよね。なんで皆さんもこの動画いいね押してもらっていいですか。高評価のもらい方がすごい雑。もうちょっとちゃんとしよう。じゃあここはチビのまま行ってよかったよね。バブルが降ってくるから。そしてこのまま先に進めると。そういうわけじゃないね。話が違うじゃねえか。僕思ったんだよね、キノコを取ってやられるってことは、キノコってパワーアップアイテムじゃん。だからこれが本当のパワハラだね。待って、もう喋らない方がいい。今日は僕すいません、せっかく作ってくれたのに。のっぺらぼうさん、僕はもう喋らないでこのコースをクリアしたいと思います。それじゃあそろそろ中間ポイントあってもいいんじゃないのか。この上はなんもないね。さよならかきぼ。ここは来ると思う。僕来ると思う。なんかすぐに身を失敗。ナイスサンドイッチ。いや、この騙し方はうまいね。完全に背景だと思い込んでた。このキノコの幹の部分っていうのかな。それじゃあ無事にチェックポイント1取れました。残すはチェックポイント2とゴールのみだね。当たり前ですけど、ここは右に行っても砲台が崩れないということは、このハテナを叩くしかない。そうなんじゃないのか。何がおかしいことなんだよ。ねえ、何このバグ。これは NG だろ。なるほどね、チェックポイント1までがオープニングだったと。そういうことなんじゃないんでしょうか。ここからバグりまくりのコースが始まると、そういうわけですね。ここはジャンプするふりをする。そしたらあの砲台が下がるでしょ。引っ込んでるザクエ。ここはジャンプして左の方に逃げておこうか、魚に当たらないように。魚どこよ、どこに行けばいいのよこれは。この辺でいいのか。この辺でいいのね。そして草を取って右に走っていく。さあ行きましょう。それは行き過ぎなんじゃないのか。絶対こっち違うでしょ。いや、こっちが正解っていう可能性もあるかもしれない。コイン、これが鉄球か。一番右は鉄球か。下に落とすだけなんじゃないか。いや、これ P の音聞こえないんですけど。ていうか僕そろそろ言わせてもらっていいですかね。いつもいつも
ざけた罠作ってんじゃねえ。のっぺらぼうさんってさ、学生さんなんだけど絶対に勉強してない。いつもトロールコースの開発ばっかりして勉強おろそかになってんじゃないのか。ということはのっぺらぼうさんは頭が悪いと。そう、すいませんでした。しかし今のでもう分かった。ここにバネが降ってくるから、このバネをかわしてこの下に行けと、そういうことですね。今見た、トゲネットをかわせることができました。さあここは花ちゃんを踏んで一旦このブロック叩いてみるか。ということはこれに何かアイテム、やっぱりね。さあ進んでいきますか。なるほどね。このトゲベッドをかぶると、たぶんマリーかぶり直して、お願いトゲベッド待って、僕と付き合って。だがこんなことでは諦めないぞトゲ子よ。僕は君が付き合ってくれるまで何度も付きまとうじゃないか。さあ好きだ、今度こそ付き合ってくれ。よし、これでトゲ子とマリーの婚約確定しました。さよならトゲ子、もう二度と会うことはないでしょう。そしてここのハテナブロックは何もないね。下に落とされる気しかしないね。一旦この下に上がってみようか。いや右の角の場所がマジでわかんないんだよね。上まで行ったら強制的にほら下に落とされちゃうんだよね。右向いても落とされるみたいな。いやマジでここ生き方がわかんねえな。本当に謎、本当ここの生き方がわかんない。上ずっとおしっぱ、ああおしっぱしたらおめえが爆発するんだね。キャンだけで済まされないよ。この上のブロックもバグを準備してたね。すり抜けてしまったんですよ。じゃあこっから下に、いや下行けないよね、行き道がないもん。なんでやっぱ上に行くしかないと思うんだけど、このブロックすり抜けてしまうからさ。あっ、なるほどね、そういう人だったね、のっぺらぼうさんという方は。じゃあなんで作ったのかわからないと思うくらいに、このコースもう罠に引っかからないでいきたいと思います。またふざけた罠を用意してきやがって。じゃあここは一旦草に捕まる。なんよ今のやつは。なあ楽しみるんですけど、これは死体球ですか。死体球だったら僕嬉しいよ。なんか下に落ちるだけっていうわけでもなさそうだね。面白そうな死体球じゃねえか。これは上に行けないね。いただって下に落ちてやられるだけと、そういう死体球ですか。僕ちょっとこういうの期待してた。面白いじゃねえか。シュートの時間を邪魔するじゃねえ。チェックポイントにそろそろ欲しくない？プリンスにチェックポイント2？英語で言ったらちょっとかっこいいよね。発音全然違うと思うけど。見えました、チェックポイントに。あのチェックポイント取らせてくれるんでしょうか。オンオフブロックがあるね。そしてここにオンオフがあるということは何もしないでいい。この口裂け植物。じゃあここはオンオフを2回していけと。それできっと中間ポイントよ。しさあ何が飛んでくる。一気アップキノコか。そしてこれも一気アップキノコということは左上を叩くしかない。そしてすぐ右、ここはジャンプして左ダッシュ。今度は右が壊れないね。なんでなんですかね。中間ポイントを取ってるのと取ってないとで、ね、また罠が違うとか、そういう感じなんじゃないですかね。じゃあここはすぐ上にジャンプ。じゃねえんだよ。面白くなってきたね。こっからがのっぺらぼうワールドだと、そういうことだと思います。右のつららは壊れないということは、左にアイテムが出てくる、そういうことじゃないね。またまた、僕思ってることが一つあるんですよ。下のフラワー怪しくない？ここのブロックまたすり抜けるみたいな変なギミックを用意してんじゃないのかな。いやここでフラワー取ればいいのか。いやどっちが正解？今のリンクだったらダメだよね。多分この上行けなくなるもん。うわどっち、これ下が正解なんじゃないのか。コインを信用したいと思います。なんなんだその顔は。舐めてんのか。失礼、最近言葉遣いが悪くなってしまい申し訳ないと本当に思っております。なので今後言葉遣いっていうのを改めたいと思いません。じゃあここはフラワー急いで取ればよかったのかな。これは一瞬一瞬は降りてこないパターンだね。じゃあここは一旦やられると、いやでも上にフラワー見えるよ。あのフラワー取れるんじゃないの。ここでギリギリに乗ってフラワーの場所までジャンプすればいけると思います。あさあマリー、今こそ君の足の速さを見せつける時が来た。スーパーロリスだろ。じゃあここ歩いて行けっていうことなんかな。歩いて行ってもやっぱダメだよね。あでもこれで上のファイヤータワーは取れるっていうことか。そして上のバネすげえ怪しいね。今来てるけどここは我慢しておこう、グッと。そしてここで一個一個溶かしていこう。えなんこれ、おかしいんだけど、え溶けない
返しするんだけど変じゃねえんだよ、どう変なんだよこっちは。いやマジでわかんねえ、すごいねこのバグ。ちょっとサムネにしようかな。もうそろそろだと思うんですよね、ゴールが。早くゴールしてこんな意味のわからないバグコースとおさらばしましょう。ラストって書いてるね。ということはこの部屋で最後のコースだと思います。最後のコースって意味わかんないんですけど、ここは壁すり抜けれるよ。これゴール後の城なんじゃないかな。ということは左の下ゴールだと思います。でも上の砲台が怪しい。なんで左にダッシュしてゴールしたってゴールできないで、なんかそんな感じだと思ってたよ。右にゴールがあるってか、じゃあ何なんだあのブロックが。私と惑わすようなバグを作りやがって。任天堂さんに報告するからね、絶対に報告するから。 ID でも何でも削除されてしまえ。集中しよう。ここは左行った瞬間右に行けばゴールできる。本当にそれでよかったよね。なあのっぺらぼうさんよ、やったいや本当に素晴らしい。動画の途中ではですね、めちゃくちゃ言ってたかもしれませんけど、本当に素晴らしいコースでした。コース提供どうもありがとうございました。そしてめっちゃ時間かかってるはい、それじゃあ次のコースは一発マリオデンジャラスディスセンツということで、このコースね、ツイッターでぜひ面白いからやってみてくださいっていただいたコースなんですけど、どうやらインベーダーを連想させるようなコースらしいんですよね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.73%。 まあサムネを見る感じだったらさ、ピンクコインが上に5つあったと思うんだけど、 USA キノコになってピンクコインを取って雲を抜いていく、それの繰り返しだと思うんですよね。それがそんな難しいのかな。まあクッパの火は邪魔なんだけど、30秒しかないのか時間が。いやーこれは難しそうだね。っていうことはさ、単純計算で考えると1枚のところに6秒もかけちゃいけないっていうことだよね。6後30だから最後にゴールする時間もいるもんね。いや絶対これ難しい。あと何秒、あと20秒か。いやこれワンチャンいけるんじゃないの。クッパがこんなに手強いと思ったのは初めてかもしんないね。久しぶりにいい仕事するね。クッパトロールコースだったら雑に扱われる存在だけど、いや時間を気にしないで行ったら意外といけちゃう説あるかもしんない。慌てて火に当たるっていうことがよくあるからね。さあ残り何番、あこれ結構いいタイムなんじゃないの。頼むクッパ、もう何をしたいよ。これね、最速が23秒なんだけど、23秒ってめちゃめちゃ速くないかな。一つのコインのところ4秒台でいってるっていう感じでしょ。僕今のでもう10秒近くかかってるもんね。速い行き方とかあんのかな。まあ、とりあえずこの炎に当たらないようにしていきたいと思います。今回は時間切れになってもいいんでね。いやここクッパが近くなるにつれてなかなか難しくなるんだね。さあ頼む。うーわむっけ。いやでも意外といけそうだね。これ23秒でいったってマジですごくない。尊敬するレベルなんだけど。いやいつかさ、マリオメーカー3が出たら最速の人だけクリアテイクの動画を投稿できるような機能があったらいいのにね。でもそれってさ、やっぱ難しいのかな。謎解き要素が多いコースの場合はさ、ネタバレになった なったんだもういいや、なんでもいいや真面目にやっていこう。僕もこのコースで最速タイムを取っていきたいと思いません。絶対に難しいと思います、23秒は。ただなんか早い行き方があると思うんだよな。あここで取る。なるほど、分かった。一番上まで行かなくていいんだ。そっちの方が楽だし早いね。いや次でこれ絶対ゴールできるよ。いやワンチャンこれでゴールできるみたいな。マジちょっと集中してていい。7秒しかないな。6秒ゴール、はい、いけるのか。もう当たってもいいよ。これでゴールした。いやどうもご視聴ありがとうございます。ちょっと待った、最速の方法が分かった以上最速を狙っていきたいと思います。皆さん見ててください。ピオキンがどれだけすごい男かということをこのコースを持って証明してみせましょう。そして一発マリオ名人の名は伊達ではないと、それを持って証明してみたいと思いますこれいけるかな。最速の方法が分かったと言ってもよ、最速を取るような人ってかなり熟練度が高いような人じゃん。なんで僕にはいけるような気がしません。ただ諦めるようなことはしない、そう安西先生が言ってました。なんでこのコースきっちり安西コース、安西コースやね、最速を取っていきたいと思います。これはなかなかいいペースなんじゃないの。カラーです。これは絶対最速だよ、見てて。高評価お願いしますどうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。
そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。